さあスマート対決1回戦は女子がキャーキャー喜ぶトランポリンダンク対決。これむずいんだよね。これさ室君的にやったよね。まあ小栗さんがリクエスト、まあ、室君が負けたやつで勝っていかないとっていう、ね、そういうことなの。本当にリベンジなんだね。一味なんだ室リベンジだから今日は。この間は室君だったから別になんかかっこよさみたいな芸術点みたいなのは正直なかった。意識してなかった。もう決めたら勝てんなと思ってた。そう今回は芸術点重視。これすごい、すごい、かっこいい、かっこいい。空中でこれでもかと足をひねり、両手ではなく片手でダンクが決められるかがポイント。難しそう。トランポリンってね、踏む位置によって全然飛び方変わっちゃうんだよね。出た出た、防御線張ってるよ。だって一回やってんでしょ。やってるよ、うん、でも一発でいこうよ。おんなもん一発勝負でしょ。ただあのトランポリンが自分が踏んでどのくらい弾むかだけ一回チャレンジして。おおビビってんな。それでは対決スタート。よし行きます。先行 MJ いけるか。MJ まさかの失敗。やってもうた、やってもうた。ちょっとダサかったよ。ベシャーみたいな、一瞬空中でベシャーみたいなことになった。最悪だ、やばい。やばい。後攻オグリッシュ、もはや決めれば勝ちだが、いきます。オグリ見事成功。いいんだよ、もう一回やりたいなら頼み方さえ考えてくれたら。だってでもそれでもう一回やってうまくいっても、いやすいませんでした。すいません、もう一回やらせてください。すいません、お願いします。頑張れ。ありがとうございます。しかしここまでやったのに。いやお願いしますよ。嘘でしょ。今日は全然ダメ。どうした松本、疲れてんのか。やめだやめやめだ。やめちゃった。ということで1回戦は小栗の圧勝。